どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はガズメロをやっていこうと思います。さあ、このガズメロっつのは一体何かというと、世界中にある名曲たちの主旋律のメロディーをウクレレに歌ってもらう、弾くというか歌うというか、メロディー単音でですね、こう奏でていこうという、そういうプロジェクトになっております。もうね、このガズメロもですね、かなりね曲数増えてきましたよ。概要欄にね、他の曲リストも貼っとくんで見てもらいたいんですけど、今日取り上げる曲はこれはマスターしたい、この曲ドン、あいみょんのマリーゴールド。この曲やっちゃうんですけど、これね、何気にですね、ガズメロの中ではかなりね、ちょっと難しい部類に入ると思います。はい。4弦登場しないフレーズになってますんで、普通の皆さんのお持ちのウクレレでもできますが、本日はですね、はい、G ソリッドモデル、はい、これ GJ モデルと、伴奏、皆さんのね、伴奏しますからね、ガズが。マイナス1ということで、伴奏ではね、ガズモデル使って、やっていこうと思いますがですね、ちょっといつもの流れを紹介しますと、このタブ譜を見ながら、練習していきます。これ上の線が1弦、2弦、3弦、4弦、下に行くと4弦になるんですけど、数字はフレットの数です。でこれ見てもらうと分かるんですけど、2弦のですね、8フレットで書いてある、いっぱい書いてありますね。これね、あの歌い出しなんですよ。風の強さがちょっとこんな感じ、8888882弦の8って、1弦の52弦の753弦の7みたいな、こんな風に、時間とこうフレットで見ていくという、こういうタブ譜というね、楽譜を使ってやっていきます。これパッと見ただけ弾ける人は誰もいませんから、覚えないといけないです。これを見ながら自分でこう何回もやって覚えていく。これがポイントになります。はい。こういう表記をしながら、一曲奏でていくんですけど、今日はこの曲はね、結構長さもあるし、あの、ね、早いフレーズが多いですね。風の強さがちょっと、こう、タンタンタタンタンタン、こういうのがちょっとね、難易度高いかなと思うんですけど、後でしっかり解説していきます。はい、そしてこれでね、皆さんこのタブ譜でメロディーを覚えてもらって練習してもらったら、今度は皆さん本番の番です。ガズが皆さんの演奏の伴奏をしますからね。マイナス1ということで、伴奏するのはこのさっき言ったこのガズモデルでやるんですけど、このね、伴奏はね、この、あいみょんのマリーゴールド弾き語りバージョンの方が参考になっておりますので、これもぜひね、一緒に合わせてご覧になってください。弾き語りもやってくださいよ。でね、こっちのね、アレンジはね、8ビートバージョンだったんですけど、今回、このガズメロのあいみょんはですね、16ビートのチャで、ちょっとリズミカルに伴奏してみようかなと思いますので、皆さん、ガズの演奏に合わせて、このメロディーぜひ奏でて練習していってみてください。そして今回のレッスンはね、さっきも言いましたけど、G ソリッドのウクレレと G ボックス、G ラボのプロデュースしてるこのアンプを使って、この奏でていくと思います。こんなエレキウクレレのサウンドと、こっちのね、アコースティックウクレレもこっちに繋ぐとめちゃくちゃいい音するんで、その辺もね、ちょっと音の確認もしてみてください。で、この本来だとこのガズレレ YouTube チャンネルっていうのは、ウクレレ初心者レッスンプログラムなんですよ。今日はちょっとこのメロディービーケというとね、違うスタイルでやってるんですけど、普段はですね、やっぱり弾いて歌う、この弾き語り中心でやっています。で、音楽経験ゼロの方でもすぐにできるプログラムがあるんですよ。これでぜひ皆さん音楽始めてください。さっきのこの伴奏もね、この弾き語りのコードを中心にしてますからね、始めてみたい方、概要欄に貼っとくんでぜひスタートしてねということでございます。さあ、そういうわけでもう早速やっていきましょう。まずガズによるデモ演奏をします。タブ譜をここにバーンと出しておきますから、ガズがどの指でどんな風に弾いているかということをお伝えしようと思うんですけど、あ、その前に今日ですね、フレットの問題があります。4弦は出てこないんですけど、あのね、1弦の14フレットっていうのが出てくるんですよ。イントロです。で、歌の中にも13フレットっていうのが出てくるんですけど、こういう風にフレットがね、いっぱいあるウクレレはいいんですけど、例えば、あの、このウクレレだとフレット12フレットまでしかないです。14フレットっていうのはどうするんだってなるかもしれませんけど、2つ手があって、フレットないところでもあると想像してこうやって押さえるってことです。ほら、いけるでしょ？今、12フレット、12フレットはいいよね。で、14フレットって言うと大体このぐらいかなみたいな。こんな感じです。ギュッと押さえると音出ますから、この指板の上でも。それでやってもらうか、あとちょっと高度なテクニックですけど、12フレットの上で。チョーキングという技があります。これはね、ちょっとこの動画ではね、もう、あの、カバーできないという技なんですけど。だからこれ、ウクレレが私12フレットまでしかないですという方はね、この指板の上グッと押さえて、ちょっとトライしてみてください。まあそんなこともちょっと後で解説しようと思うんですけど、ひとまずは、ガズのね、デモ演奏をやっていきます。このウクレレはフレットが多いんでね、まあできますけれども、まあひとまずこのガズがどんな指使い、今日右手もですね、左手も結構こう動きが早いんで、そこら辺が注目になると思います。はい、それではまずやってみます。あいみょんのマリーゴールドガズメロスタイルやってみる。 1,2,3,4
やってみました。あいみょんのマリーゴールドガズメロスタイルなんですけど、これ結構ね、難しいし、フレーズがね、早いんですよね。これかなり今日はですね、なかなか濃厚な感じになっておりますけれどもですね。まずはですね、タブ譜映ってましたけど、最初に、タブ譜をちょっと見てもらおうかな。このね、タブ譜、今映ってたんですけど、これね、ガズのノートに書いてます。こんな感じで書いているんですけど、これね、今ね、これからちょっとここで画面に映そうと思うんですけど、ガズクラブで皆さんお手元にダウンロードできるようにしておきますね。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたマリーゴールドのこのタブ譜を含む、ガズメロでやってるこのタブ譜、結構曲数多いですからね、概要欄にね、ソングリスト貼っときますけど、それのタブ譜とか、あと弾き語りの曲なんてもう1000曲以上ありますからね、それをね、毎月5曲、お手元にデジタルデータでこの手書きノートがダウンロードできるという、すごいいいサービスなんですよ。で、もちろんこれはね、楽譜の5曲のダウンロード以外にも、毎月2回大セッション大会、画像に参加できたり、皆さんの演奏を発表できるね、Facebook の非公開ページがあったりと、なかなか盛り上がってるクラブ活動なので、ぜひこれもね、チェックしておいてもらいたいですね。あと、それとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは YouTube メンバーシッププログラムというやつでございまして、毎月590円で、こっちは毎週2回のライブ配信ですからね、どんな質問もリアルタイムでし放題で、課題曲を設けて、もうみんなで取り組んでます。すごいね、レベル高いですよ。16ビートとかカッティング練習してるぐらいの方だとめちゃくちゃ楽しめます。あと、毎朝7時半からガズラジというラジオ配信やってます。ウクレレに関することやもうとにかくいい話、いろいろしてますからね。ぜひ聞いてもらいたいです。スタンド FM というラジオアプリと、ガズラジ YouTube チャンネルで、無料で毎日365日公開中でございます。はい、今言ったこの3つのこと、概要欄にリンク貼っとくんでね、気になる方チェックしてみてください。さあ、タブ譜を見ていきましょう。このタブ譜なんですけれどもですね、ちょっと今映ってたのと全く一緒ですからね。まあまあ、わかるかなというふうに思うんですけど、このイントロのね、ここの14フレット。このイントロだからやらなければもうほぼ大丈夫だと思います。あと13フレットはね、ちょっとどこで出てくるんだけど、13フレットっていうの一瞬、あ、ここだ。ここでちょっと出てくるんですよね、この、最初のところの、ここか。はい。これもだから、まあちょっとね、なんとか頑張ってください、フレット足りない方も。まあまあ、ひとまずはですね、これを書いてもらって、それより、たった2個の音だけですから、今、フレットが14フレット、13フレットっていうのは。はい。他はまあまあ、普通にいけると思うんですけど、ただし、この、同じ音が並んでたりするでしょ、今日。こういうのはちょっと難しいんですね。はい。一応こうやって映しておくので、メモれる方は一時停止。これダウンロードしてもらうの有効だと思いますが、ガズクラブに入ってください。他にもいっぱいね、楽譜の、ゲットできますから、手書きノートの。はい。A メロで、ここが B メロですね。目の前でずっと輝いているですね。で、ここサビなんですけど、このサビもですね、この言葉が早いんですよ。いやー、これなかなか、後でちょっとピンポイントでレッスンしていきますけど、こんな感じで一時停止で書ける方は書いてください。はい。で、ここブリッジ。ねねね、遠いねねねね、ばななってたいな、二人の思いがここのメロディーいいですよね。ここも奏でていきましょうということでございます。はい。で、また最後サビやって終わったというガズメロオリジナルショートカットアレンジになってまーす。さあ、そういうわけでちょっとこの今日のポイントを見ていくと、これね、今日気づいたと思うんですけど、最初の風の強さがちょっとというか、ここの、こういうの早いじゃないですか。これガズは人差し指と親指でこうやってやってますけど、みんなちょっとこれ指一本だとちょっと忙しいかもね。ちょっと間に合わないかもしれない。まあちょっとこれでやってもらうのがいいかな。あとは指一本でこういう技もありますね。ピック使うっていうのもまあありかなと思うんですけど、まあ指でね、これこういうのができるといいんですけどね。ちょっとこれ2弦の8フレットでこういうの練習するといいですよ。ちょっと難しいけど、力入りすぎちゃうといけないからね。タン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 、こういう練習するといいかもしれない。どこでもいいから弦を押さえて、2弦の8フレットとかも押さえて、タン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 とかね、タタ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 タ、こういう練習していく。力入れると肩凝っちゃいますからね、力抜いてくださいね。こういう今日ね、早い素早いフレーズが多いっていうのがまああるのと、順番でいくとイントロがね、これこの弦が飛ぶじゃないですか。この後3弦の12飛ぶわけ。
どんどんどん、はい、ここのね1弦から3弦に飛ぶと弦またぐときにねちょっとねやっぱりあの難しいかなっていうところがありますと。でまあ、やっぱり一番難しいのはサビのメロディーが複雑なんですよね。麦わらの帽子の今のちょっとねこれ覚えづらい。ガズさんもこれ覚えるのは結構苦労しました。このフレーズがですね、まあ、メロディーは素晴らしいんだけど、このここの指板で見るとですね、あの1個ずれる8フレットと7フレットがどっちかね分かんなくなりがちなんです。なんでガズさんこれ今回はかなりね覚えるの時間かかった。まあでも覚えないとこういうフレーズって弾けないですから、楽譜見ながらは弾けないですから、タブ譜を読んだ瞬間にはもう覚えるしかないんですよ。だからもうね感覚で覚えるしかないんですよね。で今日ねちょっと皆さんにすごいお役立ちになるいいレッスンをすると、まずイントラムをねこの辺の10フレットから12、13、14フレットでこのエリアですよ。イントロはこのエリア。で、風の強さがちょっとこの A メロエリアは、この5フレットから、7、8フレットぐらいまで、この辺のエリアで動くのがいいんですよ。たまにこう飛び抜けてきますけどね。だから A メロエリアは5フレットから8フレットエリアと覚えておいてください。ほんで、B メロ、目の前で、ここでですね、この、エリアを上げるんですよ。ここでね、7フレットから10フレットエリアに変えます。はい。最初、風の強さがちょっとはこの5フレットエリア。で、B メロの目の前でなったら、ぐっとこう、2つ、この基本のところを上げます。そうすると、で、サビからここに行けますからね。5フレットエリアと7フレットエリア、たった 2フレットの違いですけど、前半はこの辺、後半はこの辺って覚えておくと、B メロからガッと目の前でからこの変わるところが分かると思います。そうすると弾きやすくなりますからね。はい。で、たまに飛び出してくるこの最初の A メロの13フレットとかもあるんですけど、風の強さがちょっと、でででででで、だん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 で、こう、だんでででここね、早いんですよ。ここでいいのが今やったように、こういうのね、ハンマリングオンとかプリングオフって言うんですよ。一回しか弾けない。はい。あとそれとかね、これ早いのも。こういうのですごく便利でした。これハンマリングオンとかプリングオフっていう技なんですけど、この動画でちょっとね、余裕出てきたら、まあちょっと見てもらいたいんですけど、こう。こういう技がいっぱい実は入ってるんですね。これをね、瞬時瞬時に入れていかないと、このスピード感に追いつけないと思うんですよ。全部右手でね、一個ずつ音を出すっていうのはちょっと難しいかなって感じがする。今日はなんかそういう意味でかなり濃厚に難しいということなんですけど、サビもですね、今の、早いですよね。あれは8月のと、ここもハンマリング音とか使うと。ここは忙しいね。ねえねえねえ。使えるところはこうちょっとまあサボりってわけじゃないですけど、こうパンハンマリングオンとかプルイングオフでタララッと流せるとですね、スピーディーなフレーズはやりやすいかなと思います。どっちにしろこの今映しててこれめちゃくちゃ役立つ動画なんですよね。これをやるにはちょっとね、やっぱり基本的な部分ができた後ですけれども、ビブラート、スライド、今やったハンマリングオン、プルイングオフ、こういう小技がですね、小技って言うとあれですけど、技がいっぱいあるんですよ。最初のところも、ビブラート、キいいでしょ、これビブラートとか、これは結構高度な技ですけど、これ概要欄に、この動画貼っとくんで、ちょっと時間見つけてトレーニングしてもらうのがいいと思います。今回だからやっぱり一番今までで難しいかもしれない、スピード感とこのノリがですね、裏で来るんですよね。風の強さがちょっと、このノリ、これをね、スラーっとこう弾くので、結構右手のこうしなやかさが必要なんですね。なんで、すぐにはできないんですけど、ちょっとベンチマークしといて、いつでもちょっとこっそりこれを練習して、だんだんじわじわ自分の中にこの単音の中でも16ビートルのノリが取れるようになるといいかもしれません。で、合わせて今も言ったように、この親指と人差し指で単音を弾く練習とか、あとハンマリングオンでこの、
とかね、こういうフレーズ、素早いフレーズもできるようになるといいかなという一個の、まあ、テーゼとして置いとくのがいいんじゃないかなというふうに思いますけど、とはいえですね、まあ、何回も多分を見て、まあ、練習してですね、やっていただきたいなと思うんです。はい、これはもうね、もう修行僧のようにひたすらやるしかないです。覚えるしかないです。今のガズさんの演奏を見てもらったら分かるけど、ガズさんも何も見てないから、もう覚えてるんですよ。すごいでしょ？っていうふうにもう完全に頭にインプットされた。ここまで引き込んでも、やっぱりすぐにはできなかったです。これはやっぱ奥が深いですよ。じっくり時間かけて取り組んでいきたい曲だと思うんですけどね。はい。そしてですね、じゃあ、練習してもらってですね、本番です、皆さん。これすぐにはできないと思いますけど、今からガズが、皆さん、伴奏しますから、ガズが皆さんの演奏の伴奏。マイナスワンです。マイナスワンはこの、ガズモデルにこの G-BOX のアンプ繋いでいます。こっちの音のね、素晴らしさもちょっとね、聞いてもらいたいですね。ちょっと今じゃセッティングします。はい、セッティング完了しました。はい、G-BOX にガズモデル繋いでます。いい音でしょ？このアコースティックウクレレもね、これめちゃくちゃいい音を出してくれるね、もう高性能アンプです。G-BOX。こっちもよろしくお願いしますね。はい。そしたらですね、このセッティングで、皆さん、本番ですよ。タブフ出しとくんで、合わせてやってみてください。きっとすぐにはできないと思いますけれどもですね、16ビートで、小気味よく、リズミカルに演奏していきたいと思いますんで、張り切ってやってみてください。深呼吸して落ち着いてやってね。それではマイナスワン、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。やってみました。いかがだったでしょうか。やっぱこれは急にはできないですよ。今日はかなりハイレベルだと思う。これね、スピード感がある曲ってやっぱりガズメロではね、やっぱ難しい部類にやっぱ入ると思うんですよね。基本的にはやっぱり今までのね、ガズメロってバラードみたいなスローな曲が多かったですからね。今回初めてこうリズミカルな曲かなというふうに思うんですけれども、まあまあこういうね、ちょっと高難度の曲もやっぱりやることによって、何たるかっていうのは分かってくると思いますんで、はい、ぜひとも、時間かけてトライしてみてください。そしてこういうガズメロっていうのはね、やっぱりいいのは、やっぱり A さんと B さん、一人伴奏して一人は、
メロディーを弾いて、それをチェンジしたり、歌ったりして、このアンサンブルができるっていうのがいいと思うんですよね。だからまあアレンジとしては最初に A さんがメロディーを弾いて、B さんがコードを弾いて、そして二人で歌って、今度、感想として今度は反対に B さんがメロディー弾いて、A さんが伴奏して、また歌うみたいな、そういうアレンジとかね、オリジナルアレンジでやるとかって、そういうの楽しいですからね。はい、いろいろな形を、発見してくださいということです。で、ガズメロ他にもいっぱい曲やってますからね、概要欄にソングリスト貼っとくんで、見ていただければというふうに思います。はい。お知らせですけど、2月の17、18、長野県松本で G ラボウクレレのポップアップショップオープン。すべてのモデルの試奏ができるようになってますので、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。さあ、そんなことで、今日もガズメロレッスン楽しくやってみました。今日はちょっと高難度でしたけれどもですね、まあ、じっくり行きましょう。時間はたっぷりあります。楽しく音楽していこう。バイバイ。